マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、村上です。お寿司マンです。マジカルラブリーです。お寿司マンです。99の岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしています。おねしゃす、はい、どうもよろしくお願いします。どうもおねしゃすですね。2月の、24日ということで、はい、2月の最後の放送でございます。もう終わりですか。終わりでございます。早いですね、2月はね。まであればもう1回ぐらいあったかもしれませんが、はい、2日ぐらい少ないですか、ね、そうですね。なんでなんですかね。なんでなんですか。そう、そういうのは知ってるのはそっちじゃないとかですよ。いやー、なんでなんでしょうね。ここが1日ちょっとでもずれたらおかしなことになってくる。それすらもずれるって29までにしようっていう時もあるじゃないですか。どういうこと、そういうことしてっていいんだっていう。31までの時があるじゃない、うん、あれをその30にして1持ってきたらいいんじゃないって僕は常々思ってるんですよ。か、うん、その1日分1日と4年に一度は1日追加しなくちゃいけないじゃないですか、はい、っていうことはその1日分をその4年に分散するっていう考え方になっちゃうんです。僕もっと綺麗にしてほしいから。僕もそう、もやもやしちゃうから。そう思いますよ。 24.5 分ぐらいにしてほしいんですよ、1日を。そうすれば最終的に1日いらないじゃないですか。うん、じゃあそれじゃ時計とかがちょっともうむちゃくちゃになっちゃうからね。そっか。でそのたまに29、たまに1日増やすのはいいけど、そ慣らしておいてほしいんだよな。ただのうちにはね、東大生がいますから。うん、わかんの。あそこで待ってます。わかんの。知ってる？なんで2月短いかわかんの？わかんない。わからない。わからないです。何つね、何なんだ、やつね、何も分かんないんですよ。何学部なんだあれ。賢いのは知ってるんですけど、両国というマネージャーがいて、うん、ドラゴンですね。それの部下に当たる男をですね、狛井東大なんですよ。ダブル東大なんです。東大スポーツ推薦ですか。スポーツないんですよ。ないんですよ。一芸入試。バンドやってるじゃないですか。ないのよ、そう。国立大学はそういうのないのよ、基本的には。バンドの主催やってるらしいんですよ。バンドの主催って何なんですか。やってるらしいんですよ。バンドの主催って何。主催ライブやってんだよね。バンドライブの主催をやってんの。主催やって、うん。やれよ、お前。弾けよ、じゃあ。弾いた方がいいだろ、バンドだったら。なんで集めてるの。未だに出る側らしいですよ。で、出てるんですか。今も出てるって。あら、そうですか。うん。お笑いもやってるんじゃなかったっし。お笑いもなんかやってたんじゃなかったっし。俺ってました。なんかさ、両国もさ、うん、踊り活動部してさ、お笑いコンビやってたしさ、はいはい、うん、それものさ、やつらが多いのよ。託さないで。東大、その、夢を。君たちの夢をこっちに乗っけてきた。託さないで。マネージメントで僕が叶えられなかった夢をマジカルさんに叶えてもらうんだじゃないのよ。ありがたい話だけど、ね。ありがてえ、ね、そういうの いらんのよ、別に俺ら。駒井くん、なんていう、コンビ名だったの？滝道楽。滝道楽。ぽいね。だもうそのぽくていいじゃない、滝道楽。やらせるよ、もう本当に。いつか。マネージャーワングランプリ。マネワングランプリ。誰が一番。見てらんねえよ、俺。面白いマネージャー。もう、両国くんの、ま、ボケとか見てらんないよ、もう俺は。普段しっかりなんかさ、企業の人とかにさ、挨拶してる人がボケてるのはちょっと見れない。見れないよ、もう。うん、僕はもう。だ2月がなぜ少ないかっていうのはもうわからないってことです。どうせ昔の、慣習に乗っ取ってでしょ。昔からこうなんでみたいなことでしょ。でも変えれないってことなんだ。変えずに来ちゃったっていうことじゃないですか。ね、もうなんかギリシャ的なやつを。うーん、多分ギリシャ的な時がもうそうだったのよ。もうじゃあ知らんよ、その。あの人たちが全部決めちゃって、うん、俺らはもう従うしかなかったし、そうね、もう今更変えんのもちょっと。めんどくさいしって、ね。カレンダー作っちゃったし。うん。たくさん作っちゃった、うん。カレンダーたくさん作っちゃったから、もうしょうがないってなったんじゃないですか。うん、まだ採用してんのって思ってんじゃないでも。ギリシャの人からしたら。ギリシャの人からしたら。うん、もうあれは、変えていいよっては言ってると思うよ、ギリシャの人。その当時の人が今来て、2月のカレンダー見たら、うん、まだやってんの。あれ借りよ、多分。あれノリでやってたから。あれ借りで、借りで一回そうしてみて、後の人が何とかするだろうって思ってたやつよ。他の月を決めたら、本当足んないからこうしちゃってるだけなんだけど。誰も直さなかったもん、ね、結局直さなかったんだ、あれ、うん、っていう風になってんだろうな、ということですから、はい、まあ、もう終わりなんですね、はい、あと3日4日で、うん、で3月に入ります、春ですからね、3月かも、はい、早いな、やっていきますんでね、はい、やっていきましょうということです、うん、はい、あなたにとってはその大きなニュースがね、ありましたね、ありますよこれ、はい、ストリートファイター
シリーズ最新作の制作が決定、うん、はい、ストリートファイター6というこれすごくないですか、ね、そのさ他のさ、はい、うん、例えばドラゴンクエストとかさ、うん、ファイナルファンタジーをさ、うん、まあやってたじゃん俺らも子供の時、うんうん、もう15とかになってるわけじゃんシリーズとして、うんうん、そうだね確かにストリートファイターまだ6ですからね遅いすごいスパンが一個一個のタイトルのスパンすごい長まあもちろん他のシリーズも出てますから、うん、ゼロとかゼロツーとかも出てるんで、うん、本数で言ったら変わんないのかもしれないけどいいことなんですかがんそのすごい 手をこうかけてるってことでいいんですか遅いのはそのわかんない僕もうそのどうなっていくのかもうその、うん、最新作じゃんっていうぐらいアップデートになってんのよ、うん一つの作品で今さ一、ね、個買ったらダウンロードコンテンツみたいなやつねそうそう、うん、どんどんアップロードされてキャラ追加とかされていくから、うん、これ最新作の制作が決定っていうのはこれどういうことなんですかこれは俺も分かんないですそのこれはもう諸説あってちょっと待ってこの6なんですよこれが、はい、最新作っていうのが、うん、その前がストリートファイター5、うん、5が2016年の2月なんですよ。うん。6年経ってる。6年経ってるんですけど。それで制作が決定っていうのはこれ何なんですか?いや、その。どの状態なんですか、皆さん。いや、その、はい、これ、言葉の通りでいくと、うん、今から作りますようなんだけど、うん、そうすると3年後とかになるわけじゃないですか。ゲームを作るのは結構時間かかるんですよ、はい、すごい。うん、だから3年後とかになると、そう、だからわかんないです。僕は確定した情報はわかんないんで、あれですけども。会議で作りましょうってなって、そうしましょうってなったってこと?いや、それだと3年経っちゃうね、次。これが完成するのはね。じゃあ、こういうのはさ、最新作の制作が決定ってニュースはあるじゃん。うん。毎回。うん。そっからさ、出るのは何年後のイメージなんですか?いや、でも1年とかでできるイメージだけど、なんか、うん、多分その、もう、うん、ここまで言ったら、まあ、もうできるべっていうところまで来てると思うんだよね。もうまだその、ちゃんとは定義してないけど、うん、なんかもう大体目処立った感じするなぐらいまで言ってるような気がするよね。大体一生だからじゃないですか。もうその、3年かかるんですか?かかるっすね。何が変わってるんですか?何が変わってるかって言われると、うん、そういう答えづらいっすよ。いろいろ作り直しちゃいるんですけど、いろんなものをね。4はやりましたか ?4 もやってます。ストリートファイター4はやって、うん、で5もやってるんですよね。うんそれ何が変わったんですか ?4 から5は。ダルシムとかすごいモサモサになってるし、髪とか、その、ゴーキーが今ライオンみたいになってるし、顔。そういう違いはあるよ。その、キャラデザが変わるってことですか ?5 から6も。あと、ガイルが手にソニックブームまとえるようになってる。大きいソニックブームですか?ずっと手にソニックブームがブーンって出てるの。そのあれって、その、誘惑の陣みたいなことだったんだと思って。その、手に巻かれてる。手にソニックブームが、その、要は、俺もわかんない。これ詳しく言われてもわかんない、俺も。ずっと、じゃあ、ちっちゃいソニックブームずっと手に巻いてる状態。いや、ソニックブームっていうのはそもそも、小出しにしてきてるってこといや、わかる。その、ずっと手にはついてるの。その、リングみたいに。うん、だから、ソニックブームって、空気を超えると、まあ、音速出ると、それの衝撃波で、なるから、その、これまでの解釈で言うと、ソニックブームってやって手を振った瞬間、うん、空気の抵抗を超えて、出て、うん、当たるっていうやつだったわけですよ。ファナフー。うん。ソニックブームって。ファナフー。あれ、連打で言うと羽ブーンって言ってるように。ファナフーン。羽ブーン。うん、それをずっと手にまとってるってことは、その、コマンド入れずにもコマンド入れずにまとってるまとってる。ずっと、いや、あるコマンドを押すと、うん、それがずっとまとい続けるんだけど、うんだずーっとすごいスピードで手を動かしてるってことになる。くるぐ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 るって。疲れますよ。だからジョイマンですよ。ジョイマンの高木ですよ。ぐる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 。音速以上のスピードでジョイマンみたいな動きをしてるってことですか。ガイルは。ガイルは。そこまで行き着いたみたいよ。それでコマンド入れてそうなるんでしょ、うん、普通のソニックブームのコマンド入れてで出すってことそっからは。まあ、ソニックブームも出る。その連打で出たりとかもするよ、ソニックブームが。ダンダンダンってめっちゃ早く出たり。空中でソニックブームとかも出したりするし、今。すごい、その、奴、うん、らも、その、ずっとこのまま、一本ではやってられないなっていう。うん、その。飽きられちゃうから。中で、そのさ、あの、歳は取ってるんですか?その、サザエさんシステムなのか、その、弱虫ペダルシステムなのか。いや、だから4から、年次が上がってってんすか ?4 から5になった時が一番年変わった。はい、あ、変わったんですね。すごい年取ったみんな。あ、そう。みんな竜とかもひげ生え
ったりとか。龍は今何歳ぐらいの？何歳なんだろうな。結構経ってると思う。40ぐらい。もう、そう、世界一とか言ってられない年になってるよ。うん、その、もう。いつまで言ってんなっていうぐらい年にはなってるよ。やつに、みたいな。会いに行くみたいな。会いに行くですよね。うん、そういうことじゃない。働けと。働け。恋愛はないんですか？恋愛っていうのは多分まだないのかな。あいつらさ、うん、2の頃からなんだけどさ、うん、その強い奴に会いに行くって言ってさ、うん、シューンって飛行機使いうんすよ。すごい萎えませんあれなんか。わかんない。シューンって言ってさ、会いに行って、うん、戦った後またすぐ飛行機乗るんですよ、あいつら。シューンって。いや、いいじゃん。すごい萎えるんですよね。スーツで移動してるんですよ。マイル溜まりまくってますよ、マイルとかの概念はないぞ、あいつらには。ちょっと飯食ってから行くんですかね、でも。言っても。行って強い奴に会いに行くとは言うんですけど、ちょっとその現地の飯は食ってますよ、多分。まあ食ってるか。食って、また移動して。ブランカとか会いに行ったらね、相当変わったもん食えるね。すごいでっかい鯉みたいな、吊るされてますから。あるだろうな。うん、そのチュンリーと誰かが付き合うとか結婚するとかないんですか？そういうのは。うん、もそもそもみんな結構もう、ケンとかももう家庭あったし。あ、そうなんだ。2の頃から。あ、もうそう、結婚してんだ、あれ。うん。だストーリーはやっぱね、うん、まあ当時から、まあ、好きな人は追うけども、うん、なかなか普通に格ゲーをただやりたい人は追わないから、なかなかね、追えてないんですよ。ストーリーってもさ、2とかってさ、うん、その、なんか一人一人どんどん戦っていくだけでしょ？いや、あれね、世界大会だね、一応。そんなんあったフリー。そうそうそう。一応ね、そういう設定はあって、たんだよね。うん。え、最初、え、じゃあ、その、竜を選ばなきゃいけないとかあったんだっけ？いや、別にそんなことない。ストーリーは。いや、そんなことはないんだけど。ない。みんながその世界大会でなんか勝ちたいみたいな。だから自分の選んだキャラクターが主人公になって、うん、その、まあ、その、例えばその、日本に竜っていう強いやつがいるから、そいつを倒しに行こうってなるってことね。うん。ナンバーワンになりたいんじゃない？みんな。うん。そんなあった？なんか、読むとことかさ。それはもう。ストーリーみたいな。それはちょっとわからんなぁ。なんであんなとこで戦ってんのかもわからないし、その審判がいるかどうかもわからんし、うん、その。ないんじゃない？ストリートファイターっつってんだから。そルール無用にしては、結構みんな、こじんまりしてんのよ、戦い方をね。ちょっとその、武器使っていいよ、うん、使っていいのよ。どう考えても、バルログ使ってるし、うん、他の新キャラも使ってるんだし、うん、でもその、二人出てくる時もあるんだよ、もう今。その、なんか、2対1になって。必殺技の時に、一瞬だけ仲間出てくる時もあるんだよ。それはどうなんだろう。いや、そこまで言ったら。ストリートファイトなんだから、ないんじゃん。いや、じゃあさ、じゃあ極端なこと言ったらさ、その、調子でさ、50人ぐらいやってきてさ、フルボッコになってる可能性。いないんすか？そのキャラもまだ、数で勝つやついないのよ、まだ。一応、やっぱりその、なんか、あんのかな、その、ラインが。2はいいだろ、みたいな。そこまで。3はやばいか。3は、1はとか。ストリートファイターに出てくるときは全員連れてくるっていう技あってもいいじゃん。ねえ。それ引いちゃうからやらないわけでしょ、うん、引いちゃうって、引いちゃうからやらないかどうかはわかんないけど。そんなんあっても楽しいけどね。波動拳とかもさ、うん、あんなんもいいのかっていう話にもなってくるしな。ちょっと怖すぎるじゃん、あんなん。うん、いや、だから、その、やりましたね、一回、このラジオでも。うん、そう見えてるっていうだけなんですもんね。あれは幻覚ですよ。やりましたよね、その。はい。確かに。それは公式でちゃんとなってるんで。公式で。波動拳もですか？波動拳はわかんない。一応、ダルシムのヨガファイヤーは、実は幻覚で、うん、その、本当は燃えてるように感じてるだけなんですね。そういう世界ならば波動拳も出てるように見えてるだけなんじゃないか。なんじゃねえかっていう説はあります。本当に出るんじゃないかって思えるぐらいの気迫で波動拳って言ってるってことでしょ？うん。だからありえないことは起きてない現実にはってことだよ。うん、だから、うん、エドモンド・ホンダの続きも、うん、あんなに滞空時間長くまっすぐ止めるわけないじゃないですか。ないね、真横にね。だからあれはお辞儀の体勢でものすごいスピードで走ってってるわけですよ。で、まるで飛んで突っ込んでるんじゃねえかっていう感じるんですよ。やられてる側は。すごいスピードで来たぞ。来たぞ。で、本人目線をその横から分かりやすく僕たちにお伝えしてくれてるというわけね。そうそう。だから遊戯王とかもそうじゃん。まるでそこにモンスターがいるかのように演出してるわけじゃん。だ演出だよ、うん、全部。そういうことなんですね。チュンリーの蹴りとかも2発ぐらいよ、本当はあんな、だってる。いやって言ってるじゃないですか。うん。タターよ。出せ。タタタ。でも受けた側が、すごい蹴られたような感じがしてる。まずれ1000発受けたかのような。はい。
っていうことらしいんです、皆さん。僕はちょっと詳しくないんで、そのストリートファイターには。そうですね。うん、らしいですよ、僕はわかんないですけども。はい、うん、でもその、進化してるかどうかっつったら、ちょっとわかんないですけども、うん。でもまあその、あれですよ、結構ね、その、外側は変わってるっていうか、うん、コントローラーとか変わってるの知ってます今。コントローラーが変わってる。はい。その、どういう風にですか、十字キーってあるじゃないですか、レバー。十字キー、はい。レバーがボタンになったりしてるんですよ、今。ん？ちょっとわかりません。その、レバーがボタン？はい。レバーが、十字にボタンが置いてあるってこと？違います。十字キーがない、レバーがないんです。ん？レバーの部分に、がボタンになってて、そのボタンの押す形によって、進む方向が変わる。えぇ！っていうのも今あるんですよ。今プロはそっちを使ってる人が多いですね。技は？技も要はそれをタタタタってそのボタンを押す。あ、横、え、じゃ斜めもあるの？斜めもある。全方向もちろんある。そっちの方が早いんじゃないかって説になってみんなそっちを極めたり。じゃあレバーで下、右斜め下、うん、右で波動拳じゃない？うん。それをだからそのボタン3個押すってこと？いや、それをそのどれかの組み合わせでボタンで出るようにしてる。再現してるっていう。ずるじゃないのそれは。だからそれは、ほんと、今後先どうなっていくかわからない。その、ちょっと怪しいんじゃないかとはなるよ。わかんない。その、今後もしかしたらその脳と連結したコントローラーも出てくるかもしれない。それはありなのかって話にはなってくるわけじゃん。そのより、うん、よりその、スピードが命ってことになってるんですよ。うん、何もかもが。でこれだからさ、怖いのがさ、だからもう、ワンにどんどん近づいていくんじゃないの。ワンが、その、ボタンを、ゲームセンターのワンは、うん、ストリートファイターワンは、うん、そのボタンを強く押して、することによって変わってくるわけだから、うん、強く押したら強く出るんだよね、うん、それにだから近づいていく可能性あるよね。で一番変だったのは1だから、うんうん、で一番そのゲームとしてとがり切ってたのは1なんで、うんうん、また1に戻るのか、うん、でもゲームはね割とよりシンプルになっていって、一番ややこしかったのはサードストライクでしたけど、うん、でもそのサードストライクはもうすごいもうずっとその当て身って言って、うん、もう同じ相手が出した技と同じボタンかな、うん、押していくとそのガードできるみたいなシステムがあって、すごい難しかったんだけど、やりがいはある、ね、そうそうそう、やりがいはすごいあって、ね、うん、だ今後6はどうなっていくか分かんないですからね。いいよね、本当に出るんじゃないかっていう気迫で波動拳って言ったら出るとか、うん、なるかも、熱量とかね、10とかストリートファイター10とかになってきたら、だからそのこっちが負けてないと思わなければ負けにならないかもしれない、うん全然。それも脳で測られて。測られて、まあ、こいつも心折れたなって思ったら、KO。だからもう本当のストリートファイトになっちゃう。それはもう、喧嘩です、街中の。でもそれにより近づけていくんじゃないですか、うん、?6 でそれ再現できるかわかんないけど、うん、10とかもう今後数十年後のストリートファイター10とかは、うん、もう直接対決よ、もう、本当に。直接対決な。まあそういうことになる。そういうこと、まあ。それがやっぱりその、なんか本当に核というかね、うん、結局ね、メタバースみたいな世界でさ、うん、もう本当に道に歩いていって、うん、戦うのがストリートファイターなのかもしれない。いや、僕たちが家でなんかちょっと手とか動かしながらやるんですね。そうそうそう、そね、うん、まあ楽しみ、そういうゲームも多分あるんでしょうね、もう今あるでしょうね、そこそこ、どん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 作られていくでしょうけどね、うんうん、やってみたいですけどね、そんなもね、うん、なんか他のやつあったじゃん、いろいろあの格闘ゲームってたくさんあった。鉄拳とか。鉄拳とか。あの、なんだっけ。ガロー伝説。ガロー伝説。ああいうのはまだあるんですか、出てるんですか、新しいの。出てます。KOF も最近新作出ましたし。出てるんだね。まあだからその、そうだね。新作は出続けてるんだけど、うん、その、まあもちろんやってる側はさ、あ、ここ変わったな、みたいな細かいとか気づくんだけど、うん、まあ確かに、旗から見たらこれ何が変わってるかって言ったら、もうグラフィックしかないんで、うん、この先どうしていくかって、っていうのはテーマですよね。だって敷居はまあ高いですし、今から確定やろうっていう人がどんだけいるかっていう、うん、相当むずいことやってるんでしょ。相当難しいことやってますよね。だから、うん、その全く今までになかった格闘ゲームを出さないと、うん、なかなか新しくやりたいって思う人、だってやりたいって思えないでしょ今。もうついていけないなって思う、まあ、本気ではやれないよ ね家でさ友達とちょろっと遊ぶぐらいはいいけど、うん、でスマブラがだからすごかったってこと。スマブラはすごかった。スマブラがもうなんか革命なわけでしょあれ多分。スマブラがすごいのは、うん、その対談したことがあって、その、うん、制作者桜井さんと、うん、あの人はもともと俺逆だと思ってたけど、うん、このスマブラを普通俺らぐらいの発想だとさ、うん、たくさんこれまで任天堂で出てきたキャラを対戦させたいって、うん、その企画書出したかと思ったら、う
まずゲーム性から出してる。で、その後に、じゃあどうするかで、任天堂のキャラとか使っていきますかみたいになってるから、だから面白いのよ。ゲーム性っていうのは、その誰でも技が出せるみたいなこと？いや、その、あのもう、丸々、その、キャラクターが全部排除した、もう、4人で対戦して、パーセンテージでどんどん、なるほどね。上がっていって、で、ゲームシステムそのものの企画性を出したのが、まず、最初だったらしいから、そっちから行ったんだと思って。いいよね、あれはね。難しいコマンドとかもないしね。うん、まあ、ボタン一つでいけるからね。ね。鉄拳とかもそんなんじゃなかった？いや、鉄拳難しいよ。その、パンチパンチキックとかで。まあまあ、そうなの、ボタン一つなんだけど。そうだね。いや、でも、ちょっと、癖あって難しいよ。あ、そう。あ、サムライスピリッツ。サムライスピリッツとかも、まあ、もう難しいね。一瞬で決まるしね。むずいんだよね、全体的に。いや、難しいのがなんとかするためには、うん、やっぱ、ゲームが新しくなるときっていうのは、うん、その、新しいハードが、うん、ハード側、要は VR ができたら新しいゲームできるのよ。例えば、できた時は新しいゲームできるとか、その外側のものが新しいもの開発されると、新しいゲームが生まれるって言われてるんだけど、そうなってきた時に、やっぱその、もう次あるものはもう脳内対決とか、空間とかになってくるよね。その、それ何が、次何が流行るかじゃない？もう。メタバースだ。だメタバースよ。出た。メタバース内の格闘ゲーム。もう本当に自分のアバターがうろうろ動いて誰とでも戦ってみたいな。うん。面白そうですね、それもね。会話とかになってくるかもしれないしね。声とかでもね、反応。GK とか。あ、GK バーカ。ラップバトルじゃなくて。おめえが行くよ、バーカ。バーカ。いや、じゃあ行くよ。KO。早っ。早っ。そうだね。てれーあの顔で。ボコボコの顔になって。そうなってきよ、ボイチェが強いやつが勝つっていう。になってくるんじゃないですか。嫌なこと言うやつが強いんですか。それ中学生とかむちゃくちゃ強いんじゃないですか。あいつら遠慮ないからね。あいつら遠慮ないから。うん、辛辣なこと言ってくるから。うん、まあ、6がいつ出るか分かりませんけども。まあ、楽しみにね。まあ、出たらやるわけでしょ。まあ、僕は一応やりますけど、うん、でもまあ、その、これを機にね、格ゲーやってくれる人がいると嬉しいですよね。うん。わ、うん、かりました。はい。さあ、あと、もう一個ニュースですね。はい、JR 大阪駅のファッションビル、うん、ルクア大阪に、明日、スタバがオープン。はい。はい。これで、日本一、スターバックスの店舗がある商業施設として記録を更新するっていうのが日本一。はい。その、ルクア大阪に入ってるスタバの数が日本一。数が日本一。6店舗。おぉ!6店舗。6? はい。一つの商業施設に、6店舗です。6? はい。もう。じゃあ、ルクア大阪がどんぐらいでかいかがね、ちょっとわかんないけど。うん。でも、ある程度でかいんじゃないですか、やっぱ6入ったら。トイレみたいになってる。トイレくらいさ、ある。ってことになってるよね。トイレもあるかもしれないし、スタバに。6店舗あることなんて、他のものであんのかな？ないんじゃない、ああ、東京駅のニューデイズとか、そんな。ああ、ニューデイズとかのレベルになってくるか。うん。確かに。スタバ6は多いんじゃないか？でも、どこ入っても混んでるからな、スタバな。確かにな。行きますか？スタバですか。うん。と、やっぱ馴染みがなかったもんですから、僕なかなかね。そうなんだよね。わかんないんだよな、私は。高いとは言わんけど、なんかさ、昔さ、うん、その、ルノアール行けないみたいな感じじゃなかった？高すぎて。高すぎて。ああ、そうだね。うん。その、それより、それ級じゃん、言ったら。あとなんかいろいろ足したらもっと高いわけでしょ、うん、やっぱその僕らはさ、まだその、よく言うさ、うんこう、一食分じゃんってよく言っちゃうじゃん。うん、そう、だからもう、これ食えるじゃんってなっちゃう。花丸うどんいけるじゃんって思っちゃうし、うん、どうしてもね。うん。うん、だ飯の方がやっぱまだ格式が上なんです、僕らの中では。飲み物よりも飯の方が上であるから、この感覚なんだけど、多分もうそうではない人たちの話なんだろうね。うん、こだって、タバコ吸えないんだよ、スターバックスは。もう長く入れないじゃん、じゃあ。そうなのよ。行く意味がないのよ。出たい出たい出たいってなっちゃう。もうそう、入った瞬間にもう出たい。出たい出たい出たい。ちっちゃいのちっちゃいのもう、もうちっちゃいのしても本当にスッて飲める。冷たいちっちゃいの。うん。だからもう、禁煙ブームとかともこの相まってスタバがむちゃくちゃすごいこう、増えてんだろうね。今、喫茶店で全部タバコダメなんですか？いや、行けるとこもあります、それは。うん。あ、そうなんだ。でもルノアールとかはもう火つけるやつは無理。ああ。そうなんですよ。じゃあ、あんま
寄る意味ないでしょ、多分。その喫茶店とかもう行かな、だいぶ行かなくなってんじゃん。行かなくなってる。うん。タバコ吸うために行ってたじゃん、喫茶店は。タバコ吸うためにすべて、この、あるじゃん、いろいろ。動きがね。休憩とかも。うん。だから、そう、いらないんですよ、本当に何も。そう、路上の喫煙所を探し歩くというか。うん。うん。わかるもんね、どこにあるか、なんとなく。うん。初めて行く場所でも。なんか、匂うのよ。匂ってないけど。おやって。うん、隅っこの細くて、暗い道の方に行ったらあるんだ。それがもう本当に、じゃあ、こっからスタートで目隠しでどっか置かれて、じゃあどうぞって言われたら行けると思うんだよ、僕。あ、それ俺、なんとなくの感覚で。それ俺が、ウォシュレットがあるトイレ分かるのかな。ああ、いけるんですか、同じだわ。うん、すごいっすね。ここ多分ウォシュレットあるなって分かるんですけど。なんなんじゃん、空気。うん。愕然とするときあるけど、でも、ここでウォシュレットないのって。ある、そうそうそう。あるこのレベルで。どこだっけな、僕、どっかのテレビ局で思うんだよな。ね、あれ、一番最初思ったのは、俺、テレ朝の近い。テレ朝そう、テレ朝の、うん、テレ朝のトイレにウォシュレットなかったの。思う、思う。うん。マジで、うん、しかも、スタジオの横。スタジオの真横のトイレに。こんなに綺麗な建物で、こんなに中も綺麗。トイレないのって。うん。トイレもめっちゃ綺麗なのにっていう。あとさ、うん、ちょっと全然話変わっちゃうんだけどさ、スタバからさ、はい、そのウォシュレット話になっちゃうんだけどさ、はい、クリスタルジムにさ、うん、ウォシュレットついてないんですよ。はい、僕ウォシュレットないと、できない、うん、クソできないタイプなんで、うん、でも、なぜで、つけれないかって言ったら、うん、まあ、つけれるんですけど、うん、黒いんですよ、便器が。ん？真っ黒。あ、黒いん。うん。で、黒のウォシュレット探したんですけど、うん、ないんすよね。ああ、なるほどね。うん、どうするべきだと思いますよ。これ、どうする？白をつけろよ。なんか嫌じゃん。なんか。そのぐらいの気持ちだったらもういいじゃん、つけなくて。いや、そうなんだけど。うん。おしゃれにしてたいの？いや、トイレ。なんか、はずいじゃん。なんか、必要だったんだなって思われるじゃん。こいつ、野田にとって。クリスタルジムにとって。いや、別に野田にとってじゃないじゃん。いろんな人来るんだから別にいいじゃん。こいつ、ウォシュレットないとうんこできないんだって思われるじゃん。いや、別にそう、いいですよ。皆さんのためにつけてます。捨てたい、捨てたいんですよ。うん、それでいい。特注でできるのかな、黒ウォシュレット。ちょっとね、本当に探してはいるんですよね。むちゃくちゃ高くなったらできるじゃん。とんでもなく高い。黒大理石みたいなね。いや、普通にプラスチックみたいな素材で作っても、それ一個作るためだけにはめっちゃ高くなるんじゃない？塗ると癖だろうしな。またスプレー、缶スプレーとかで、ね。あ、そう、こっちでやっちゃうとそりゃそうなんじゃない、ね、それもう作ってもらうしかないんじゃないですか。そっか。あるじゃん、たまにそのさ、それ無茶だろみたいなトイレないなんか、和式を、あるある洋式にしてるやつあるよ、ね。それ無茶じゃないのそれ。そこまでしてってさ、和式ごとは帰れなかったんだっていう。座る向き変わっちゃってるじゃん。うん、すごい知恵ですよ、人間のあれも。人間のね。うん、すごいですよ、ワどうしてもウォシュレットにしたかったね。一、うん、回さ、新幹線のトイレでウォシュレットあった時あったんだよな。ある、ね、車両ある。うん、ある車両ある。あれは本当に嬉しいんだよな。うん。あれも、運なのかな？ここの車両のここはあるけど。あれ決まってんのかね？いや、決まってんじゃん、さすがに。多分調べれば、多分出てくるんじゃない？何両目のどこはありますわ。うん。めちゃくちゃでかいトイレとかもあるじゃん。なんか、アーチ、カーブになってるやつ。ああ、あるある。あれとか、うん、あれとかは多分ついてるでしょ。うん。ああ、ウォシュレットはね、もう基本的に全部についてほしいんですよね。うん。なかなかまだまだないとこ多いですからね。まあ本当にあれね、僕も最初さ、あんま使わないタイプだったけど、うん、ダメだね、あれ。うん。うん。一回やっちゃうともう、ダメだね。忘れられなくなっちゃうね。もう海外もあなたじゃもう行けないんですよ。そうなんですよね。海外ってやっぱ未だにないんですか、ウォシュレットね。一応持ってますよ、僕、その、携帯ウォシュレットは。携帯ウォシュレットあんの？あ、僕、持ってますもん、一応。何、携帯ウォシュレットって。どういう状態？その、要は、水を入れて、プシューってなるやつ。うん、持ってますよ、一応。あ、そんなあんの？あります、あります。結構前からあります、携帯ウォシュレットは。それこそ恥ずかしいだろ、トイレ入るとき。いや、恥ずかしいよ。恥ずかしいし。あいつなんか持ってんな、いつもみたいな。うん。あれ何？水入れてる時も恥ずかしいですし。で、あと一番恥ずかしいのは、その、ケツの穴にピンポイントで当ててる、このゲーム感は一番恥ずかしいですよ。うん、見られたらおしまい。見られたらおしまい。こんなとこ人に見られたらおしまい。一番見られたくない瞬間。ない瞬間、携帯ウォシュレット。携帯ウォシュレットをケツに当ててる瞬間。うん。ピンポイントであるとヘッドショットって。誰が呼んでんの？ヘッドじゃないじゃないか。ヘッドじゃないじゃない。
こうエイム力でこう。エイムとか言わない。スコープとか使って当ててるんですよ。ケツの穴にスコープで覗いて。自分でめちゃくちゃ見なきゃいけない。自分のケツの穴。いつかね、こう VR ゴーグルと合わせてさ、見れるようにしてピシューってなるようにすれば早いんですけども。勝手にやってください。クリスタルジムでそれやってください。勝手に。うちのウォシュレットすごいですって売りにしたらいいの。あと、ムーブ、よく言うムーブあるじゃん、ウォシュレットの。ムーブ、はい、あれムーブよりも自分でケツ動かした方が早い。わかりますやりますよ。8の字でな。やりますよ、はい。それはやります。あれも見られたくない。あれも見られたくない。8の字にしてるときね、自分でケツを。でも全員やってると思う。あれ全員やってる。うん、全員やってるけど見られたくないと思う。やってますよね、福田さんね。やってますもん。みんなやってます、これは。さすがに。音でバレる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 。シャーの音も、やっぱりその、こっちが動くと、シャーうわーうわーって、バレる。バレちゃうね、あれ。勘弁してほしいよな。勘弁してほしい。あれは、ウォシュレットの音は、あいつ八の字でやってるぞって。音姫もさ、ちょっともう、音姫である必要ないからさ、流水音もあるけどもさ、普通にその、流水音もさ、その、あの流水音じゃないじゃん。川のせせらぎみたいなさ、ちょろ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 みたいなさ、じゃーって言ってくれれば、あ、流したのかなみたいになる。単純にさ、あれ、ダッシュのボタン押すとさ、うん、結構強めの音出るじゃん。あれがめっちゃでかいだけでいいと思うんだよ。あ、でも、くせえのかなって思われる。そっか、ダッシュしまくってんの、こいつってね。こいつ臭すぎてってなるんじゃないですか。でもずっと爆音流れてる感じじゃない。クラブのトイレみたいにじゃ、あ、まあまあ、でもそれでもいいけどね。バコン、音問題だよな。あれ、なんでだろうね、そのさ、別にさ、いいじゃん。聞かれても。なんで恥ずかしいんだろうね。人がすることだからね。でも、なんか。しかもさ、その、入ってて、誰もいなくてさ、誰もいなくて、誰か入ってきたらさ、もう誰が入ってるかもうわかんないわけじゃん。会うことないからね。なんでそれで嫌なんだろうね。恥ずかしいんだろうね。でも嫌なんだよな。落ち着かないんだよな。センシティブな人間ですからは。ペーパー巻く音？あれをあれも恥ずかしい。カラ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 も恥ずかしいな。すごいカラカラ鳴るやつあるじゃん。なんだあれ。なるな。カラ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 って鳴るやつ。あとすごいさ、ペーパーがまださ、新しく変えてさ、重たい時のさ、その、重低音みたいなさ、その、揺れてるやつ、ドアとかも全部。あれとかもなんとかしてくんないですか？そうです、その、隣のとこまで揺れてんじゃねえのみたいな。ゴーっていう音。変わらないもんすね、やっぱ、まだまだ。そうだね。ちょっとまあ、まあ、公共の施設だからね。その自分家をすごいトイレにするのはできるからね、別に。そしたらいいじゃないですか、家建てた時に。普通にさ、なんか、ボディーソープみたいに、ちょっとやって出てくんねえかなと思う時あるわけよ。その、時短にもなるし、鉄の穴にさ、そうやってウォシュレットを出す技術がなったら、その、洗剤みたいなものをケツにピュッてやってさ、そしたら一瞬で綺麗になるじゃん。正確に。あれはね、ずっと思ってるんですよね。もしかしたらあるんじゃないですか。もうあるけど、そこまでしたくないっていうことなのかな。本当にさ、怖くてさ、見ないようにしてるけどさ、その、ウォシュレットが出てくる時の棒はあれし、どうなってんのあれ。あれは綺麗なの？あれは綺麗じゃないですよ。あれ綺麗じゃないです。あれ全然綺麗じゃないです。あれ出てきた時もうめっちゃこびりついてる時ありますから、うん。あれはどうやったら見れるんですか？その、ブイーンって出して、で、止めて戻る瞬間あるじゃん。あそこちょっと遅いんですよ。あの瞬間に立ち上がって急いで見るしかない。それも嫌だな。それも見られたくない姿。だそれ失敗すると、ウォシュレット顔面に被ることがありますんで。一応ね、センサーでね、便器からお尻が離れると止まるようにはなるんですよ、ね。うん、ああ、そういうことだね。うん。あそこ掃除する方法はないんですか？あの棒を。まあ一応洗浄、そもそもそのボタンがついてるやつもありますけど。洗浄ボタンでしょ？うん。洗浄ボタンはもうちょっと信じられないのよ。一回自分の手でちゃんと掃除したい場合はあるんですかね？引っ張るんじゃない？大丈夫？あの出てるとこ。もう二度と戻らなくなりそうじゃないですか。戻ってくとこ、ちょ待て！って。待てっつって、キュッてなって。その時僕素手なんだけど。ぐわって戻ろうとしてましたけど。何でもそれを止めて。待て中に引きずり込まれない。あの細いとこに。そんなに強くないよ、さすがに。ガリバートンネルみたいにならないですか？大丈夫ですか？あとさ、何ですか、もう。行きたいんですよ、もう。その、うんこ丸残りの時ってさ、
どういう失敗だって。知らないよ、そんなの。僕は、うんこ丸残りの失敗。俺もそれをしたことがあるのかなって思うときあるんですよ。あれ、どういうシステムであれだったんですか、たまに。トイレ入って、うんこ丸残りのときあるじゃないですか。流さなかったってことでしょ、うん、いやあれ、どういう、それ、あれ解決、あれはなぜこうなったのかを分かった人いるんですか、この世に。それはいないんです。でも、その、背徳感みたいなのいるんじゃないですか、もしかしたら。丸残り。残しちゃった。次のやつが見ると思って、ずっとあの、トイレ、その洗面所で手洗ってるかもしれない。はい、痛い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 。最低だよ。最悪じゃん。まんまとじゃん。続々。まんまとじゃん。俺ら。ね、流して。うわ、流した。嫌だった。まんまとそれ変態みたいなやつがいるんじゃないですか。してよ、もうあれもう本当に。気をつけましょう、皆さん。流してください、ね。流してください、ね。はい、行きましょう。というわけで、この放送は生放送でございます。メールで皆さんご参加ください。受付メールアドレスは、ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。ツイッターのハッシュタグは、ハッシュタグ、マジラブ ANN0、地に点々の字です。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京中学有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。うん、さらに終了後、すいません。さらに放送終了後には、ミクチャ限定のアフタートークも生配信、ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。では、ここで一曲、キシマキラリ、スターリング、クスミコハル、バラライカ。番組ではラジオを聞いてくれているあなたからのメールを募集しています。受付メールアドレスはすべてアルファベットで ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com マジカルラブリーの頭文字を取って ml となってます。ツイッターはマジラブ ANN0 でたくさんつぶやいてください。字はカタカナの地に点々です。いっぱいのメールが欲しいかも。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。村上、飽き果てるまで狂わせつつも足りぬパーソナリティであれ。ギョイマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、エチエチラジオでーす。はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしているわけでございます。はい、はい、メールですね、はい、どうもです。ラジオネームホイップ、はい、2月が少ない理由を調べてみたのですが、古代ローマで使われていた暦では2月が1年の終わりだったことからだと書いてありました、はあ、理由になってないんですけど、何すかこれ、誰も知らないんじゃないですかえ、どういうこと？2月が終わりだったからそこで調整してたってこと？だからそこで帳尻合わせてたら1日多い日もあるよねっていう、うんことに気づいたのかな。2月が終わりってどういうことなの？ 2 月でラストだから、もうここでもう後合わせて、また新年度3月から。こっちが勝手に数字を当てはめてるから変な感じになってるだけで、別に2っていう意味じゃないのかな。これは、うん、ちょっと。今からでも変えれる話なんじゃないかな、うん、もしかしたら。決まってないんじゃない？ちゃんと。ちょっと、まだね、理由がよくわかんないんだ。ホイップよ。いや、これ理由になってないんですよ。なんすか、これ。もうちょい。ホイップが切れちゃってるの。もうちょいお前の方でなんとかならんか。ホイップが切れてんのも、これ。ちゃんと調べて噛み砕いて送ってきてもらうことにできないのかな。なんすか、これって言ってきますから。うん、ちょっとこっちも知らんって言ったじゃないか、それは。怒ってるわ。うん、怒んない、ラジオネーム、ずっと春休みでいいのに。うん、ルクは大阪のスタバですが、本館の地下2階、地上2階、9階に3店舗、別館の2階に2店舗、9階に1店舗というダンジョンのセーブポイントだとしたらありがたいほどたくさんあります。まあね、うん、9階には欲しいもんね、さすがに、うん。2から9まで結構しんどいけど、ね。何階建てか知らんけど。うん、ワンフロアに2ある時もあるの？いや、ない、地下2階と2階。
地下2階と2階。うん、普通の地上2階と9階。で、別館に2店舗。うん、あ、別館全部で2店舗ね。そうそうそう、うん。まあまあ、どでかいんだろうね、その施設も。うん、とりあえず。多いな、逆にしても。うん、ラジオネーム、キルト記事。ルクア大阪を調べてみたのですが、ありがとう。スタバ6に対し、うん、タリーズ1の構成でした。タリーズもあんの？この施設の休憩所では、うん、タムロするスタバの店員たちが、うん、おいおい、タリーズのお出ましだぜ、とか言ったりするんですか。どっちなんだろうな。ライバル関係なんですかね。あれタリーズさんじゃないですか。ここ使うんだよってなるのかな。そんなにマウント取れるんだ、数で。タリーズもいいけどね、大好きです。宮城県、ラジオネーム、ひらがなで腰痛い。はい、ストファイのキャラは空港の監査で、目的は？と聞かれて、うん、俺より強い奴に会いに行くと答えて、入国を許されますか。知らんけど、されんだろ、それは。言わないだろ、それ。いや、でも目的はこれしかないんで。俺より強いやつに会いに行く。いや、そこは臨機応変に対応してるだろ、その。いや、もう、言うとかもこれしか言うことないですか。いや、ちゃんとなんか、覚えてってるよ、その、なんか、そこを通り抜けるための英語ぐらいは。でも、喧嘩ですよ。旅行の本読んで、サイツシーンとか言ってるよ。サイツシーン。サイツシーンって言ってるよ。俺より強いやつに会いに行く。だから、それは何で行くの？その、仕事でってこと？波動拳早くないか波動拳で。早くない切れちゃうまで。もう出しちゃうの。松橋旋風拳いや、おー、待て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 。待て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 。ピンコーンって言いながら、松橋旋風拳。松橋旋風拳。ダメ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 。待て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 。最後クラッシャー、後ろから。最後クラッシャー。お、待て待て。おー、後ろから後ろから。お前もお前も。待て待てよ。続々と入ってくるよ。スピニングバーッとキック。お前はダメだ。お前ダメだ。お前はダメだ。すごいですね。いるね。ちゃんとやってますね。ラジオネーム、大福つかみ放題。あ、包み放題、すみません。はい、大福包み放題。ストリートファイター6についてですが、先日公開された予告映像で、竜の股間が前作にも増して大きくなっていると話題になっているようです。海外のネット掲示板ではあまりにも危険な存在感を放つ竜の股間に対して銃を隠し持っているというコメントが多数寄せられていました。なんだよ、あまりにも危険って。ついに銃持ち出したかっていうね。あ、これはあなた知ってたんですか、俺気づかなかった。見ましたけど、トレーラー。あー、でもでかいね。これはだって、あえてそうしてますから。なんでこう画像まであるんですか、画像用意してくれたんですか、制作がね、うん、多分これはあえて必ずやってるはずなんで。まあそうだよね。作らないと無理だからね。無理なんで。こういうのはね。かも、半立ち。隠し、波動拳出せるっつってんのね。半立ちかもしれない。半立ちで取るなよ、この大事な、大事な部位を。大地かどうかわかんないんですよ、これは。これはもうただ、そもそも。たまたまその時撮られた。竜だってそういう日はありますよ。ないって、その現実にいるやつじゃないんだから。竜だってそういう日ありますから。こういう風に作ってんだから、制作側が。たまにはそういう日もありますよ、竜だって。いいよね、やっぱりその外国の銃を隠し持ってるんじゃないか。銃より強い設定であるよ、全員。ビーストがね、全員銃出されたら負けんだ。最後はね。銃より、銃持ったやつとかには余裕で勝てる人たちじゃないんだ。いや、無理よ。銃で撃たれたら。結構人の範疇なんだ。うん、俺より強いやつに、とか言って銃持って、行くってことですか？うん。会いに行く、つって。強かった場合。の殺人なんじゃ強かった場合は撃つだけです。弱かったら撃たないですよ。俺は強いやつ。体で勝てるときは勝つけど。勝つけど。本当に強いやつやられちまった場合は、使うぜ、許せないから。許せない。パーンなんですよ。とんでもねえやつじゃねえかよ。通しちゃダメだよ、そんなやつ。スピニングバード、パーン。ダメだよ、強ってなって。ダメだよ、これ。すごいですね。やっぱでかいですね、やっぱ格闘家。強いです。やっぱそれと比例して強いっていうことはあるでしょうからね。5より6がでかくなって。でかくなってきてはいますよ、ね。父もでかくなってんじゃないですか、みんな。みんなでかいんじゃないですか。だってチュンリーとかも未だにすごいナイスバディです。すごい年いってるはずですからね。50歳でございますか、今。うチュンリーはもう。
みんなそうか、年取ってんだったら、チュンリーもまあ年取ってる。そうですね。未だにナイスワディでやってますから。キャミーもいるんですか？キャミーもいますよ。ああ、いいね、キャミー、ね。キャミーもね、すごいセクシーですし、すごいいい子になってますよね、最近。悪い子だったんでしたっけ？確かそのシャドル側の、あベガ側の人間だったんですよね。うん、そういう設定がまだありましたね。今、5もあったんですか ?5 も。もうね、うん。は、サガットと竜が仲良くなってる感じはあるんですよね。サガットはベガ側ですよね。そう、ベガ側のもう一番強いやつだって、うん、その一番悪いやつ、すごい悪いやつな感じしたんですけど、なんかね、古き良きライバルみたいな。いい関係性。まあ、年取った、そうそうそう。年取って、うん、なんかお互い落ち着いたみたいな感じ出してるんですよ。あの時はみたいな。うん。未だに尖ってるのはゴーキなんで、全然。ゴーキはどっち側なんですか？ゴーキはどっち側でもない。ああ、そう、あの、ないんだ、それは、うん。強いだけ。強い、もう、試合たい。死に、死に合うで。試合たいだけの。試合たい、試合王ぞ。何人なんですか？日本人ですけどね、多分。うん。うん、なんで揉めてるんですか、まず。ベガと、竜は。ベガがその世界を、うん、その、統一したいみたいなのあるんじゃないですか。世界を征服したいみたいので、うん、竜が。させるかっつって言ってんじゃないですか多分。チュンリーはどう関わってるんですか？チュンリー警察よ、あれは。あ、チュンリーが警察なんだ。チュンリーは警察ですね。警察もストリートファイトしてんだ。そうそう。強いのよ、うん、だから。そうだね。そこの、まあ、そこのなんか、ストーリーはもうふわっとしちゃってんだ。俺ももう一度、うん、よくわかってない。なんか、うん、いろんなキャラ出てきてるから、もうすごいのよ。今見たらね、うん、びっくりするぐらいキャラいますよ。とんでもなく。本当に全員にちゃんとその、なんか国があって。そう、ストーリーがあって。あるんだね、うん。うん、みたいなのあるんですけど。うん。もう、それはもう、なぜこいつとこいつが戦う羽目になったのかとかもわからないですよ。格闘ゲームでやっぱ野暮なんですよ、そうですか、こういうとね。うん、まあ。詳しくはじゃあ、実写版のあの映画を見てください。一番見なくていい。一番見なくていいってどういうこと？吊るされてる感じすごいんですよ、最初、暮らし合うときに。ベガとかいなくなかったですか？ベガっていうかね。ベガが違う人なんだ。あ、ベガがバルログ。なんかそんなんでしたね。はい、変わってるんですよ。あれ見なくていいんですか？あれは別に見る必要ないです。よかった。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。小田さん、あんた今までどこで何してたんだよ。向かい風に対して、その向かい風の方向に走ってました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしてます。はい、メール来てます。入ってくれ、ラジオネームリオネルタッチ。あ、出た。はい、機内食を何にするか聞かれた竜は、うん、は、俺に向かってチキンだと波動拳早い姉妹です。じゃあ姉妹じゃなくて早い。ダメだよ、竜にチキンなんて言っちゃ。じゃあ切れるのか。チキンだと思う。いや、それチキンとかどうこうじゃなくて、切れるのか。波動拳早すぎるんだって。ちっちゃいやつだから多分、波動拳。ちょっとだけ、ちょっと片手。片手波動拳。片手波動拳ぐらい。手に負えないですから、だって飛行機の中で暴れられたら。やばいやつじゃねえか。こいつ、ずっと飛行機使いますから。あの、ジャパンからジャパンも飛行機使うんで、国内線も使いますよ。どうやってお金稼いでるんですか。どうやってその飛行機を乗るお金を。ずっと。そう、ファイトマネーとかないですよね、ストリートファイトだから。ね、うん。すっげえ成田行ってますよ、こいつ。マジで。成田空港。海外だから。海外。うん。金の面はどうなってるんですかね。金の面と、あとその、バイト。でもその、リアルな話言ったら、うんうん、もうその、倒れた相手の財布取っていってくしかないですよね。いや、リアルに言ったら。最低だよ、もう。でも、じゃなきゃ稼げないですから。そう、お金がないよ。バイトまでかけてんのかな、もしかしたら、ね。だ、その、ストリートファイターの中で戦ってる試合って、うん、あくまで名勝負で、他でもたくさん戦ってるはずなんですよ、竜とかは、うん。だって。他のやつね。うん、大して強くもなかったやつもいただろうね。いたけど、それはもうピックアップされてないで、うん、でそいつらからどんどんもらってってるかもしれないですよ。俗じゃん。もう悪い、俗。恐ろしいじゃん、街にいたら。お金ないですからね。いろいろ聞いてったら全然戦う理由ないんだね、ベガと。そうそう。全然みんな強いやつに会いに行きたいだけなんで、リュウも。
特にないんですよ。そりゃストーリーモードねえかって思う、ね、うん、その、ちゃんとした。強いやつに会いに行くって。ないんだもんね、すごい理由ですよ。世界を旅にするには。ストリートファイター6ですが、すいません、ラジオネームウニ、ストリートファイター6ですが、はい、竜の一物が銃であるというジョークが公式にも届いて、うん、飛行機に乗る時の保安検査場で、検査場で、股間に探知機が反応して、うん、ワオってなる面白いシーンがあると予想します。ないです。ない、ない世界観でしょあれ、確か。そんな、なんか面白いシーンとかないでしょ。まあ、作ってほしいな。その、もう、公式は分かってるはずですから、うん、このことに関して、ね。まあ、言われてるの分かってるだろうね。だから、その、エンドロール的なところにそれ言うの。うん、NG 集みたいな。わお、うん、波動拳。波動拳。立場ステップ。うん、そうだね。まあ、確かに。かっこいいキャラクターだから、ね、笑い系はね、特にあんまりないですからね。うん、そうですよね。うん、ちゃんとその、お茶目なシーンとかないですからね。やめてくださいね。この辺にしといて、ね。なんか、なかなか、正月明けの時はさ、はい、あれ、仕事やっぱ落ち着くかなと思ったんですよ、多分。うん、チャンピオンも出たし、はい。なかなか、2月になってからね、途端にまた忙しくなってきました。ありがたいことでございますね、本当にね。引き続き。ちょっと、相当やっぱみんな、うん、まあ、仕事もちょっと、今が一番きついかなぐらいの状態でして、うん、今日ぐらいが。まあそうですか、ね。で、マネージャーも当然その分忙しくなってくるわけじゃないですか。そうですよね。チョコプラもすごいからね。うん、仕事も忙しくて。だスケジュール見たんですよ、僕。うん、来月、4月の。いや、そうだよね。先々のスケジュールはやっぱ気になりますよね。3月はもうパンパンに入ってて。3月はもう、もう休みなくて。そらそうで、ね、で、4月見たらですね、うん、ちょっと両国も、ちょっとどうかしてしまったのかっていうスケジュールが書いてありまして。何ですか？ 4 月1日なんですけど。4月1日。はい、スケジュール見たらですね、うん、あの、何も入らなければ休みって書いてありました、ね。もうどうかしてますよ。書かなくていいですよ、じゃあ。もう。両国くん。全部だから。それは。空欄もあるんですよね。空欄もあるはずです、ね。空欄もあるんですよ。その先々見てったら空欄はあるんですよ。そうです、ありますよ、うん。それが何も入らなければ休みのところですよね。4月1日は思わず書いてしまったんでしょうね。何も入らなければここは休みだって思ったんでしょうね。ここだ。ここは何も入らなければ休みだ。書こうってなって。嬉しい。ありがとう。その、あいつら喜ぶだろうなって思って。って。ワクワクさせてあげたいっていう、一心で書いたスケジュールだと思う。あれ、初めて見ましたね、私も。うん、何も入らなければ休みはね。まあ、まだわかりませんからね、うん。あれが消えるかもしれないですから、入ったら。何か入ったので休みじゃないって書いてるかもしれない。書かなくていいからね、そういう場合は。そういう場合は書かなくていいですからね。うん、その私たちもわかるんで、それは。さすがに、ね。なんか入ったんだなって思うからね。うんうん、あの、仕事をやっぱさ、立て続けに入ってくるとさ、うん、その、あの、話しかけられた時にさ、その、昨日は、うん、本当、昨日あれ大丈夫でしたって言われた時、パニックにならない。うん、あの現象わかる。その芸人からとかでしょ。いや、なんかスタッフ、その番組のディレクターの方とかさ、うんうん、いや、めっちゃあるよ。昨日のあれ大丈夫でしたって言われて、うん、昨日のあれやっぱその昨日のことを思い出せってやるのが一番難しいんですよ。わからないですね。うん。だから、うん、あ、でも全然大丈夫でしたけどねって、その、一か八かその、言ってみる。うん、わかるよ。うん、あ、もう大丈夫でしたけどね。うん、え、あの後なんかありましたみたいな、その、すごい追求されることがあって。いや、申し訳ないんだけどね。思い出せなくなってきましたね、昨日のこと。何々の時ありがとうございましたって言われるけど、その何々がちょっと聞き取れない時とかで。はいはいはい。あ、全然全然。ありがとうございました。本当に。助かりましたみたいに言われて。全然全然。で、その顔、そのスタッフさんも知ってるんだけど、その、いろんなとこにいるから、もう、どれのこと言ってるか分かんないしくて、うん、みたいな、あるよね。その、追求もされて、なんか、ってなるやつ。うん、昨日のロケ、お疲れでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。あの後大丈夫でした？ああ、もうそれも先生、本当に最高でしたよ。大丈夫でしょ、お腹とか。失礼します。失礼します。ちょっと、あ、すいません。失礼します。大丈夫でした？お腹って言ったぞ。なんだっけ？なんだろうな。なんか食ったか。食った気がするな。食ったけどどれだって、ね。
本当に良くない。だから本当に多分さ、すごい人はさ、全部メモったりしてるわけでしょ。そうだよ。忘れないようにね。じゃあやってください。集中しないとダメですよ、仕事は。集中しましょう、本当に。はい。いいです。じゃあ。いきますか、コーナーに。そうですね。はい。はい。日常系チーターを戦わせてみたのだが。日常のシチュエーションで特殊能力、異能持ちなどのチーターを戦わせるコーナーでございます。今週のシチュエーションは交通系 IC です。いいですね。まあ皆さんほぼ今使ってるでしょうしね。これのチートですもんね。そういうことです。まあいろいろありますけど、これちょっと楽しみなんですよ。私にはもうちょっと分からないものもあるからね。僕みんなが携帯でピッてやってるのとか分かってないもん、あ、確かにやってないですもんね。私もそこをまだたどり着いてカード出したりしますもんね。カードでやってます。全然、はい、なんか携帯でいけんだもんね。いけますよ今、全部のものが。だったらなんかね、なんか埋め込んでる人みたいのいるって言わない？それはまだないの。埋め込む？手に何か あれでしょう、手にチップみたいな。チップみたいなやつでしょ。それはまだなんですか？そうですね。それはまだできてない。注射で打ち込むやつみたいにありますよね、なんかね。なんか、すごいね、マイクロチップみたいな。さあ、紹介してください。はい、ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。はい。チャージ量が多いと、心なしか少しずっしり感じられるチート。ああ、いいじゃん。いい、気持ちいい。すごいいいじゃん。おお、それよ。うん。あ、やっぱ一か八か、未だにあるもんね。うん。まあ、その、乗る乗らんじゃなくて、そのコンビニとかね。うん。単純になんかわかる。100円ぐらいの時スカスカになっててほしい。うん。軽っつって。やっぱあれ、タイミングわからん。携帯とかでやってる人はタイミングわかるんでしょ、あれ。何円とか出てんでしょ、一応ね、見りゃわかるけど。そうでしょ。うん、やっぱカードとか。カードの人はね。確かに。これは素晴らしいわ。で、重いと嬉しいしな。何でも。あ、そうだね。結局、ああいうのって。重いと嬉しい。うん。佐久間さんのネタみたいな。でっかいとワクワクする。でっかいとワクワクする。重いと嬉しい。重いと嬉しいからな、結局。これなんじゃないの、もう。これは相当発明ですよね。これな気がするけどな。うん。まあ、重力をコントロールしなきゃダメですよ。これはでも、まあ、実現するのは相当です、ラジオネーム、はい、人の形をしたなし。はい、交通系 IC カードを散歩させていると、近所のお姉さんから、うわ、可愛いカードですね、触ってもいいですかと声をかけられるチート。ちょっとわかりませんでした。交通系 IC カードを散歩させていると。前提がちょっともう入ってこなかったんで。とはちょっと、2枚目からとんでもないの来ちゃってますね。その、誰ですかビニール紐みたいのをつけてさ、テープで貼ってさ、ザザザザザザって。いや、恐ろしいですよ、それ。いや、可愛いカードですね。触っていいですか？ありましたけどね、あの、長井雄一郎さんが、うん、昔尖りすぎてて、うん、NSC の時に、うん、ピンクローター散歩させてたって言ってましたよ。うわ動かして、カタ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 って言わせながら。引いちゃうわ、うん、それと同じようなこと言ってますから、引いちゃうわ、この人。絶対引いちゃいますから、人の形をしたなし、引いちゃうわ。どちらですか？これはもう、チャージ量が多いとずっしり感じてほしいですね。重さですね。はい。怖かったな、今の。ラジオネーム、風気味の元気マン。はい、はい、どうも。残高ギリギリで攻めた結果、うん、改札を通れた時に、後ろのお姉さんに、うん、やるじゃん、と、一目置かれるチート。どのチートなの？交通系 IC のチートなんですか、これ。ちょっと。ちょっと、はずいしね。あ、こいつこんなしか入ってないのって思われるところだからね、本来ね。その、やるじゃんで追われるんだな。追われる人なんだな、この風気味の元気マンはな。もうそれ以上の関わりは欲しない。うん。後ろのお姉さんとは。お茶しますはいらない。いかないから、はい。やるじゃんって一目置かれたいのよ。どっちですか？うん。チャンピオン。まあこれやっぱ、チャージ量が多いと重さを感じられますね。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。はい。人のカードから残高を吸い取れる植物タイプチート。強いな、これ。これは相当、久しぶりにこんなチートっぽいチート来たな。みんなそう、ここぐらい、そうなのよ。久しぶりにチートだなって来たな。うん、そうだ、もう傲慢になっていいのよ。これよ、チートって忘れてたけど。これのことよ。みんな、やっぱ一目置かれるとかじゃないのよ。そうだよ、そう、うん。みんなやっぱりその、こじんまりしてたから。行っちゃっていいのよ、ここまで。全然。これいいですね。忘れがちよ、この意気込み。口みたいのがついたのが、バーって飛んでって、ガブって噛んで、吸ってくれる。いいですね。これはいいですね。さあ、野田さん、どちらですか？これ吸い取れる方がいいな。これですよね。
これですよ、チートっていうのは、うん、皆さん。ね、腹ペコになってきたのもわかるだろうしね。ラジオネーム、シャンテンド、はい、高知県のデスカ、富山県のエコマイカ、そうなんだ、北海道芥川市のアサカ、JR 東海のトイカ、福岡市の早川県を集め、うん、それぞれの頭文字を合わせると、市のメッセージ、ですが完成し、デュエルに勝利するチート。デュエルって何だ何のデュエルって何だエグゾディアだっけエグゾディアじゃないの。うん、ねえ。それしかないじゃん、だってもう。あとどういうカードで埋まってんのです。それで勝利して、うん、何の勝利なんですかさあ、どちらですか残高吸い取れるチートですね。やっぱ強いです、これはね。ラジオネーム、前年投手選手コピーマン、はい、終電で寝過ごし知らない駅に着いた時、うん、カードが掛け布団代わりになるチートかわいいなこのカードでかくなんのかなちゃんとでかくなってくれるんですかでかくなんないんじゃないこのチーこの掛け布カードの息このなんていうの心っていうか心が大切なカードの気持ちが、俺が布団になってあげるよ。よっていう気持ちが大事というか。あのカードのままで。ままで、掛け布団になる。掛け布団にはならんぞ、それは。ならないんだけど。胸ポケットに入っちゃうんだから。ならないんだけど、うん、その、なんとか、ご主人様を温めたいっていう。どうやって気づけるんだ、それに。かわいい、かわいい精神ですよ、これはね。どちらですか、うん、やっぱ吸い取れてほしいな。吸い取るんだね。やっぱ強いな。強いですね、今回、ね。やっぱりそこぐらいまでいっちゃうと強いね。吸い取られちゃう、だって。うん。ラジオネームブランコ、はい駅改札口で残り少ない IC カードのチャージ残高を自分の直後の女子に見られてしまっても、うんあ そ, こねその女子が駅改札内に入ってうわあの人スイカの残高あれとついさっき見たばかりのチャージ残高の光景の記憶に黒いもやがかかり思い出せなくなってしまい頭を抱えてその場に膝から崩れ落ちてしまいなんだこれなんだどれだよ結局いやそうまでしたくないだろ別にそこは見なくてもいいんだから発動条件が難しいのよ、うん、結構女子に見られてしまわなきゃいけないわけでしょ発動条件なんかありませんでしたっけ、うん、こういうの黒いもやがかかって、ね、デスノートとかでなかったでしたっけ見れないとかああ。だから、うん、どう思い出そうとしても、ね、思い出そうとしてもああ、なんでだよ。お前はもうどっかに行ってるんだから、いいだろ、別にその女の人がどう思うか。さあ、どちらですか。残高吸い取ってほしいですね。吸い取るのは強いですね。さあ、すべて終わりましたが、はいこのコーナーですね、ルーザーズ方式を採用しておりますので、はい、チャンピオン、どうでしょうか。決まりました。決まりましたか、はい、それではじゃあ発表お願いいたします。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。人のカードから残高を吸い取れる植物タイプチート。はい、おめでとうございます。あ、変わらず。これです。求めてたのはこれ。思えばこれでした。うん、あの、忘れかけてた、俺らチートってもの。そう、この、一回戻そう。そう、そういうことです。チートってもの一回戻そう。このテーマのじゃないです。もうこのコーナーはこれです。一回合わせ、こっち、これです。合わせましょう、これ、一旦ね。お願い、皆さんお願いいたします。はい。うん。いや、そう、でも、大胆に言って大丈夫ですんで。はい。はい、だって、その、こんだけあって、その、ちゃんとお金が増えるとかいうチートがこれしかないっていうのは、おかしな話ですから。そうですね。普通に無限に金がどんどんチャージされてくるでいいんだから。みんながその、自分みたいなもんがこんないいことあるわけないって。思っちゃってるんですよ、リスナーがね。自信持ってね。自信持っていいです。うん、そういうチートも自分持てると思って、信じてください。はい。ということで、じゃあ野田さん、次回のシチュエーションお願いします。はい、次回は、空港です。はい、あれいいです、ね、たまたまいいですね、ストリートファイターの流れから。そうそうそうたまたまですよ、ね、もう。いろんなチートがある、ね。はい。さあ、では空港のシチュエーションで戦えるチーターの皆様、メールを送ってください。はい、受付メールアドレスは、ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。メールの件名に、チートと書いて送ってください。おまあ、空港 ね, 空港ね、まあ、使わない人も多いだろうけども、うん、まあねなんかイメージでねちょっと乗り遅れて泣かされたことありますから ね, あねそのチート欲しいよ欲しい わあオーロラだ綺麗だなオーロラだじゃあ犬ぞりで帰ろう犬ぞりだマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ
はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、さほいさということでメールです。ラジオネームすずりの涙。はい、どうも。両国マネージャーはストリートファイター6を買ったら、うん、竜の股間に銃じゃなければポコチンと書きますか。当たり前のことを書かなくていいの、両国くん。何々じゃなければ何々ってずっと言ってる人じゃないですよ。銃じゃなければポコチンですよ。ね、確かに。東大出てるんですよ。そんなこと言わないです。ね、真面目な男なんです。確かにそうですね。銃じゃなければポコチン。銃じゃなければ、もうそれは、あれはポコチンですよ。銃じゃないからポコチンなのよ。竜は。ポコチンってことは銃じゃなかった。そういうことです。確かに。ややこしい言い方しますね。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。はい。竜の収入源ですが、公園とか商業施設で小さい波動拳を出すショーとかを見せてるんだと思います。つれーつれー。これおじいちゃんが一人パチパチやってさ、つれーきついぞ。子供とか一応見てるんだけどな。営業回って早く出せよとか、やっぱ出すまでにさ、いろんな語りとかあるわけでしょ。あるんだろう、今までどんな戦いしてたか。早く出せよ。きちぃまだ待って、まだ待って。かわいそうに。かわいそうに。つかみとかもあるのかな。びっくりさせて。竜巻旋風客飛び出しじゃないですか。はいどうも。はいどうも。確かにね、職業は書いてないんだもんね、竜はね。竜は格闘家じゃないですか。格闘家か、うん。試合出てんじゃないですか。出てないのかな。そういうあの、K1 みたいなさ。いや、その、そっちじゃないんだよね。一応師匠がいる、その、固有武術家みたいな感じじゃん、要は。あるじゃん、でもその、K1 に空手家が参戦してきたみたいなさ。まあ、それの大会が今回のその、世界大会なわけよ。ああ、まあそうなんだ。じゃあ、まだお金はないか。昇竜拳って、うん、その、竜の派閥の中でも一応ね、うん、その、禁止されてた技らしいからね。危なすぎて。危ないんだ、あれ。うん、だから、すごいその、カエルパンチみたいなことじゃないんだ。うん、もうガチ超強い技だから、うん、禁止してるんだけどね。それをやっちゃってる。ガンガン使って。ちょっと出しづらくはさせてないけど、コマンドも、ね。あ、そういうことなんだ。気持ちね。ちょっと難しい。ちょっと難しくはさせてるけど。うん、右下右斜め下。そう、うん、そうそう出ないようにはしてるんですよ、ね。ラジオネームノートン。はい、竜は飛行機で隣に座った小さい男の子が、え竜本物と質問してきたら、うん、少し笑って小さい声で、うん、波動拳ファンサービスしてあげてると思います。ちょっと手もね、ちょっとちっちゃって言ってるよ。波動拳出ちゃうから。ちょ、これ以上、これ以上でやると出ちゃうから。あれ待って、波動、昇竜拳。昇竜拳。いいやつはいいやつなんですか、竜は。まあ、ファンサするかどうかわかんないけど。その、普通に、あの、人と会話を楽しんだりするやつなんですか、リュウファ。面倒見はいいですよ、そんな。面倒見がいいんだ。桜って女の子がいるんですよ。ああ、いるね。あれにもちょっと面倒見いいですし、強くなったのか、つって。あ、そういう会話はあるんだ。あるある。それですぐ怠慢しますけど、桜と。そう、指導者とは下は向いてないですよ。で、普通に買ってガッツポーズする。ボッコボコにして、You win で。使っちゃいけない技とか。ガンガンガチ波動拳とか。勝利拳。はめ技とか使います。真空波動拳でガチ殺ししますから。弟子みたいな。慕ってくれる女子高生みたいな。女子、女の子よ、ちっちゃい。かわいそう。あまあまあ、そう、ガチだからね。ガチ、まあ、ね、ガチバトルなんかでしょ、うん、そういうファイターは。ラジオネームジャイアント厚彦。はい、どうも。竜は毎年確定申告の際、大量の航空券チケットの領収書をバラバラに持ってくるので、税理士さんにため息つかれてると思います。そうだな。確定申告大変よ、これ。そうだね。だってその、今ちょうどその時期だね、じゃあ。竜はもうバタバタしてる。バタバタよ。一応雑所得で来てると思うんだよね、その、ね、経費で落ちると思うんですけども。何で行ったんですかっていうのが本当また大変だから、これね。まあね。仕事ですか？仕事ですね。格闘家なんで、職業。理由はじゃあ仕事、ね。強いやつに会いに行くっていう理由で。だからそれじゃ無理。領収書切ってるんですよ。それじゃ落ちません。強いやつに会いに行ったっていう。それじゃ使えません。それじゃプライベートじゃないですか。じゃ強いやつに会いに行くって、やつが仕事なんです、僕はね。
じゃそれが仕事です。波動を言う。早いんだって。早いんだって、その切れるのが。辰巳旋風力。どこ行くんだよ。待て待て待て、おい。よく付き合ってくれるな、税理士も。もう領収書全部バラバラになる。辰巻旋風力。税理士も。よく付き合ってくれますよ。巻き上がっちゃって、もう領収書が。ラジオネーム、はい、オルゴール大臣。はい。竜の旅費ですが、それだけ強ければ、ある程度有名人だと思うので、空港に無一文で現れて、波動拳の手の形を見せて、え、出すよみたいな形で脅して乗ってると思います。いや、空港厳しいから。このことから、竜はあの手の形をパスポートと呼んで、キャバクラのお姉ちゃんにも自慢してます。俺これで全部乗れるんだって。これよ、パスポート。そんな甘くないから、空港は。絶対止められる。これ、そう、一番やばいから。一番危ないやつだから。下向いちゃうんだね、じゃあね。空港のね、人も、検査場の人もね、それ出される。一番ダメなんだね。どうぞ、つって。バルログとかもそのアタッシュケースからの爪見せて、一番ダメなんだ、乗せちゃう。そういうやつを。爪入ってんだもんな、あんなかにな、考えてみたら。爪外してるもんね、多分ね、普段はね。爪外してますよ。仮面も外してますけども。そっか、仮面も外してるのか。仮面も外してますよ、普段はね。うん、あれはベガチーム？あれベガチームです。ベガチームですね。うん、あいつすぐだって金網とかも。すぐ飛び乗るんで。僕がやってたストリートファイター2の時は、金網に、捕まれたじゃないですか。はい。それはもうずっと5も6も続くんですか？ないですね。だってあれ一番弱い行動ですから。ストリートファイターの中で一番弱い行動、過去一番出てきた中で一番弱い行動が、金網に捕まって、はい、だって、あれした時点で、うん、あの後の行動決まってるんですよ。他の行動できないから。飛んで爪で切ってくるという。来ること以外でき、あれで降りるができたら強いんですよ、多分。あ、降りれないですか、ね、あれ、2降りれないですから。ああなったら。もう一方通行なんですよ。あ、そうなんだ。あのまま飛んで攻撃に行く。昇竜拳の餌食になってほしい。もう俺その地で昇竜拳のコマンド打つ準備しとけば勝ち確なんですよ。昇竜待ちになっちゃうんですよ、はい、バルログも。あれは一番弱いです、この世で。あ、知らなかったです。あれが強いんだと思ってました。なんでこいつだけずるいなと思ってたけど。ずるいと思うでしょ、うん、あれ一番弱い行動です。まあまだ2だったからね。そうですね。まだまだ僕も分かってなかったですね。はい、皆さんまだまだメールをお待ちしております。はい、受付メールです。mail@orgnetnippon.com、mail@orgnetnippon.com です。ではここで一曲。奥花子、帰っておいで。ラブリーのオールナイトニッポンゼロ、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもありますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ラジオネーム、松戸江戸川アランポーランド、うん、昇竜拳が禁じ手な理由は、うん、天に向かって拳を向けるからですが、うん、師匠の豪拳さえも禁じ手と言いつつ、うん、芸事さえあれば乱発します。何なんですか、すげえ使いますね。じゃあもうそれ禁止にしなきゃ、禁止にしてるはずなんですけどね。みんなめっちゃ使いますからね。うん、豪拳っていうのも使えるんだ。豪拳は師匠なんですよ。そのキャラクターとして選択できる。フォーはね。ああ、そうなんだ。本当は死んでたって、豪拳に殺されたって設定だったんですけど、うん、実は生きてたっていうので。うん、で、昇竜拳も出せる。ガンガン使いますね。剣に至ってはもうアレンジしだしてますから、もう今。昇竜拳。昇竜拳もめっちゃ回りますし。やっぱりその、アメリカ？アメリカ、そう。派手な。そう、派手。マジで派手なんですよ。派手にしてるんですよ。ショー、うん、ショーとしてやっぱ捉えてる。そうそうそう。ラスベガスとかでもやれるように。パーティーですもん、ラスベガスでも。地味にならないように、フォートモとか出してみたり。昇竜拳が回る、たくさん回る。めっちゃ回る。ヒットともに。そう、ぐるぐる、その昇竜拳の回り方向に。ぐる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 って炎とともに。ああ、いいじゃん。派手に仕上がって。派手、ド派手ですよ、あいつだって。剣と竜はどっちが強いですか、結局。一応まあ、互角っていう設定にしてんじゃないですか。
そのストーリー的には答えは出てないってこと。多分それは永遠のライバルですから、うん、まあ悟空ベジータほどの差はないんじゃないですか。ちゃんと同等、ね、の戦いはできるんじゃないですかね。なるほどね。いや、うん、ちょっと私も本当に、ね、2からやってないんで、いや僕もストーリーは置いてないんで、正直言うと、うん、ちょっと改めて6で見てみようかなと。ストーリーにめっちゃ詳しいやつって いるんじゃない。そうだね、うん、うん、ストリートファイターのストーリーマニア、うん、できないですけど、あ、探してもなかなかねいないもんですからね。次はできませんけども、うん、めちゃくちゃ詳しいんで番組読んでください、はい、やつ、うん、ちょっと知りたいですね、そういうキャラもね。何聞いても分かったらね、すごいです。こいつはなんで戦ってるんですかって質問全部答えれたら、ね、僕がめっちゃ調べようかな。 あなたがやる側で、ね、僕がこれどういうことですかって言ったら、もういや、ここ仲悪いですからねとか揉めがちなんですよとか言えるから、ちょっと調べてみましょう、うん、私ね、うん、さあ、日本放送でお聞きの方はこの後4時半から上柳正彦朝ぼら系でございます。そちらもぜひお聞きください、はい、ということでここまでのお相手はマジカルラブリーの村上と龍でした。バイバーイ。ありがとうね。バイバーイ。